では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。後方確認よし、どうぞ。ホンダフィット3 RS ということで今試乗させていただいております。柿本のねこのマフラー音が結構聞こえてきますね。そうですね。でこのホンダアクセスのね、サスペンション、今走り出した瞬間ね、第一印象そんなに硬くないなという感じですね。あ、でも結構あれかな、もうちょっと若干こう跳ね上がるかな、どうかな。まだちょっと走行距離が少ないので、はい、慣らしが終わってないかもしれないですけど、そうですね、ちょっと若干こう、これフィットの特性でもあるんですよね。これちょっとピョコピョコね跳ね上がる感じが、あ、意外とピョコピョコやな。珍しいモデル持ってましたよね前の。ああ、 15X です、ね、15X ってね、あんま見たことないフィット乗ってましたよね。あれをあれから乗り換えて どんな感じですか、この RS。そうですね、やっぱりパドルシフトとかそういう装備があるんで。そっか、装備が、結構充実してますもんね。楽しめるのがメリットですね。で何よりこのホンダセンシングがね、新しくついたっていうことで、まあそれでだいぶね、パッとミーは同じ車なんですけど、だいぶ先進的になりましたよね。燃費とか測りました？まあ、燃費はまあその表示されてるぐらいですね。大体今13キロぐらいですね。前の車と比べてどうですか？覚えてあるんですよ。15X。はい。前の車、いやでもあれ結構ガチガチに改造しましたからね。ねなんか、でもあれ足回りと。無限です。無限に変えてるんですよね。コンピューターも変えてますし。ああ。これはもうコンピューターとかは全然一切。そうですね。まあまだノーマルに近いので、そうですね、まあ乗りやすいですよ、すごい。やっぱRS って言ってもね、なんかその、まあ、これ今はマニュアルでもないので、なんて言うでしょう、別にって言ったらあれですけど、その、フィットオーナーの私からしてみたらそんなに変わりがないなっていう感じしますね。ただまあ足回りはねちょっと今変わってるんで、まずちょっと違う乗り味だなと。ハンドルかっこええなという感じします。ハンドルかっけえなという。でも確かにね、この今ハイブリッドから電気自動車になりつつあるんですけど、まだまだこのガソリンエンジンのね車も捨てがたいなという感じがしますね。今度のフィット4、はい、新しいフィット、はいはい、あれどう思いますか？ちょっとフィット3のオーナーから見ると、はい、やっぱりちょっとデザインとか買いすぎかなと思って、あ、やっぱそう思います。また別の名前の姉妹社で出してもらって、それでフィット3は3で存続させてもらった。なるほどね。2台売りしたら意外とどんな感じで売れるのかなっていう感じしますよね。だいぶちょっと女性寄りというか ね、優しい顔立ちになりましたよね。でも今度のは2モーターですよ。ああ、みたいですね。その辺のやっぱ先進的なあれっていうのはそんな、今でもこれガソリン車か。あ、でも今度 1.3 ですもんね、次のフィットは。そうですね。そっか、そう思うとなおさらこの 1.5 の RS がよく思えてくる。実際ちょっと一回試乗しに行ってきたんですよ。あ、そうですか。はい。ならね、やっぱね、乗り味っていうのがだいぶ変わってますね。あ、はい、すごい悪くはないんですけど、はい、なんかね優しい感じですね。なんかこの出だしとかもやっぱフィット3の方がなんか設定なんですかね。なんかこう出だしはフィット3の方がグッとね加速するような感じでしたね。新型フィットでまたモデュード X っていうのが出るみたいですね。はいはいはい、そうですよね。いや、あれも東京まで見に行ってきましたよ。モデュード X、 あれはね、この今ホンダアクセスのパーツがいっぱいついてるということで、足回りとかもそうなんですけど、やっぱエアロシステムがね、まあ、全然やっぱ、はい、公道で運転してるこの60キロとか40キロとかぐらいでもその空力性能ってだいぶ変わってくるみたいですよね。だから結構ね、旋回性能、はい、カーブの時のタイヤの周りの乱気流とかね、 あの辺もだいぶ考えられて作ってるということですね。土屋圭一さんが開発さんとか。土屋圭一さんみたいな限界走行はね、さすがにできないんですけどね。
じゃあここは噂のそうです、峠ですね。ここどう なんていう峠なんですか。山中峠ですね。マクラーレンホンダの頃のアイトン・セナとアラン・プロストが、はい、あのこの峠をNSXで走ったと言われる峠です。由緒正しい峠なんですねここは。そんなにここ速度一応40キロになってるんでね、皆さん気をつけて走ってくださいね。あ、なんかピーピーっていう、あの静止のあれですね。ああ、今のはあの車線をちょっと変化したらこう、はいはい、警告みたいな。あ、この柿本のマフラーに変えて、ええ、やっぱちょっと違います走りって。そうですね、 前のマフラーがちょっとかなり、うん、あの音が大きすぎたのもあって、まあちょっとね、柿本さんはちょっとおとなしめですけど、うん、結構あのどう言ったんですかね、ジェントルサウンドですか。ジェントルサウンドそうですね、これでまあ別にそんなに周りに迷惑かけないぐらいの、ええ、まあいい大人ですからね。ここはあのちょっとモナコっぽい、はい、モナコっぽいギャラリーコーナーと言われてるところですね。ああ、ほんまですね、いっぱいギャラリーが。あ、なんかちょっとおしゃれなお店が。では言います。おお、ちょっと甲高い音ですね。あの知り合いの方にね、そうです、売りはったんですよね、5万円ぐらいでね。まあね、お知り合いの方に売れてよかったですよね。で、この車が新古車。そうです、新古車で、まあ、今はもう 中古車扱いになるんですかね、ディーラーさんで。新古車とはなんか言わない。あ、言わないですね。中古車で、まあ、走行距離が3000キロぐらいで、はい、新車で買うと車両価格が210万ぐらいですかね。で、それが184万ぐらいで、まあ諸費用やら、ね、オプションホンダアクセスとかね、いろいろつけて200万超えぐらいですか。それでもまあ、でもこれだけオプションつけてね、まあ中古車新古車で、まあお買い得ですよね。で、なかなかやっぱね、この RS のこのブルーっていうのがね、あんま球数がないみたいで、まあ、よく見つけられたなと。関東方面が どうしても多いですね、はい、こっちね、関西なんでね、関西あまり走ってないみたいですね。やっぱ RS といえばオレンジ色が結構ね、よくありますよね。で、白色がほとんど走ってないという、はい、では今から下ろうと思います。セナ、運転今日はセナに代わってもらいました。助手席乗ると違います、違った感覚。パドルシフトもタイプ、パドルシフト最初結構やっぱね嬉しいんで使いまくりますよね。慣れていくとあんまり使わないですかね。まあでもこういう下り坂とかすごい便利ですよ、やっぱシフトダウンするとき。まるでマニュアル車かのような。そうですね、まあ、これで回転数いくらぐらいですか。これで3500です。3500。やっぱ運転してて大きく変わったのはこのパドルシフト。そうですね、あと 車体の剛性が上がったような感じしますね。やっぱ RS ってちょっと違うんですかね、他のフィットより。まあ唯一後輪がディスクブレーキになったり、おー、スポーツ仕様に振ってるので、やっぱりね、そういった感じではなんかやっぱところどころ差別化してるのかもしれないですね。そっか、ディスクブレーキなんですね。前の車は無限さんのブレーキパッドに書いてたので。これ純正ですよね。これはもう全く書いてなくて、純正のブレーキパッドですけど、無限さんのブレーキパッドはやっぱりちょっとマイルド、初期精度がマイルドに抑えてられてるみたいで、はいはいはい、
エンドレスのエンドレスさんのパッドとかはみ出た時はやっぱりちょっと初期精度がガーンと結構きつめに来てたんですよね、うん、やっぱりちょっとね抑えてて感じ、はいはい、その分なんかパッドの減りもなんかね大きそうですね。この肘置きマジええわこれほらスライドするんですよね、これぐらいでしたか。こういう感じで手首まで置ける。こうすると肘だけね。あいいなこれ、欲しいこれマジ欲しいわこれはい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。やっぱフィット3いいですよね。あのフィット4も新しく出たんですが、いや私はね結構このフィット3派なので、しかもこの最後の RS ということで良かったと思います。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、フィット3、RS でした。じゃあね、はい、もう